はい、改めまして今日お集まり皆さん本当にありがとうございます。先ほどお話ありました通り、2日間で230万人の方にお越しいただきました。今年はどんたくでどっちかは雨が降るというジンクスがあるんですが、今年は両日ともに晴天となる中で、先ほどからもアナウンスにありました平成最後の博多どんたく港祭りを終えることができます。本当にありがとうございました。今回のどんたくのテーマは花と歴史ということがテーマでした。一人一花運動ってね、お花を今広げてるね、運動を広げてるっていうこともそうなんですが、歴史っていうのも一つテーマにあります。この博多どんたくは博多松林に起源を持って839年の歴史があるんですね。そして市民の祭りになってから57回で、私たちは今日こうやって平成の最後のどんたくを楽しんでいますが、また次の時代50年後100年後もこうやって同じ福岡市民、そしてたくさんのいらっしゃった皆さんと一緒にこの祭りの音に合わせてみんなで気持ちを一つに踊ることができる、その時も福岡がもっともっと元気な街になっていてほしいなというふうに思います。先人のこの福岡を作ってくださった皆さんへの感謝の気持ちと、そしてこれからの福岡の発展、そして今日お集まりの皆様の大発展を記念いたしまして祝いめでた、そして手一本入れたいと思います。ご賞よろしくお願いいたします。祝いめでたの若松様よ、若松様よ、枝を咲かゆや葉も茂る、こちの座敷は祝いの座敷、祝いの座敷、ずっと亀子が舞い遊ぶ、平生へ平生へ生へ生へ、あしょんがね、あいわいさとえさとえ、しょんがね、こっちの庭においろほれば、おいろほれば、水は湧か水、種が湧く、えいしょえ、えいしょえ、しょえ、しょえ、あしょんがね、あいわいさそえさそえ、しょんがね。博多でこ、ゲストは福岡市民の祭り振興会会長の磯山誠二福岡商工会議所会頭にお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。花と歴史の香る街、金社へ銀社へ踊り社へのテーマでやりました57回博多どんたく港祭り、いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。230万人もの方にお越しいただきました。そして、この福岡はですね、先ほど市長もありましたように、今花いっぱい、一人一花運動、そして、博多旧市街プロジェクトという2つのプロジェクトで、これがますますですね、魅力ある街になり、たくさんの方にも来ていただいて発展していくことを確信いたしております。最後にですね、この、平成最後の、どんたくを締める博多手一本で締めたいと思います。それでは皆さんお手を拝借いたします。今日お集まりの皆さんのますますのご健勝とご多幸、そしてこの福岡市の発展を記念して旗手一本入れさせていただきます。いよー、まあ一つ、いよスタンド、ありがとうございました。ありがとうございました。